久保駅、西口駅舎久保駅は、広島県大竹市久保2丁目にある、西日本旅客鉄道山陽本線の駅。駅番号は、JRR13。当駅を含む区間で、各駅停車となる列車のみの停車である。大野浦駅異性で、各駅停車となる快速、シティライナーは停車するが、平日朝に、運転の、通勤ライナーは通過する。朝夕は、 広島方面への通勤、通学客が多い、相対式2面2線のホームを持つ地上駅。下りホーム側に東口駅舎、上りホーム側に西口駅舎があり、互いのホームは古戦橋で結ばれている。宮島口駅が管理し、JR 西日本中国交通サービスが駅業務を受託する業務委託駅。 愛国か利用可能駅であるが、東口駅舎の自動改札機は、簡易式のため、降車客の普通乗車券は、駅係員が、収札する。緑の窓口は東口駅舎にある。西口駅舎は、自動券売機のみの設置であり、定期券、特急券などは購入できない。駅スタンプは、宿場町の情緒が残る、うなつの町並みの駅。1番乗り場と2番乗り場の間に、 ホームのない待機線があるが、下線がないため電車は入線できない。このため、2番乗り場は3番線となっている。近年の1日平均乗車人員は以下の通り、突起のない限り、出店は大竹市統計所である。ありがとうございます。